これ聞いてくださった方からお二人の結婚観を教えてくださいっていうメッセージが来たので、結婚観について喋ろうかっていう話だったんですけど、はい、タカさんなんか言ってましたよね、結婚についてこの間。僕ね、まず自分の結婚観は、うんうん、理想ね、うん、の話だけど、まあ、お互いが楽しい人生歩んでて、うん、結婚したらもっと楽しくなるみたいな感じがいいなと思って、ね、すごい、まあ、そりゃそうだよねっていうなんか情報量2ぐらいしかなかったちょっと情報量3以上のやつお願いします結婚観ね、うん、なんかすごい元も子もないこと言いますけど、僕こう、うん、気楽に訴訟を起こされたいんですよ、人生で。いや別に訴訟を起こされたいわけじゃないんですけど、うん、いざ訴訟が起こるかどうかってなった時に慌てたくないんですよね。うん、起こすなら起こせやって言いたいんですよ、うん。それができるとできないとで全然人間ってこの自由度変わってくるじゃないですか。いくらでも、持たざるものにしか取れない戦略ってあるなと思ってて、はいはい、だからその僕今なんですかね、去年6000万払えみたいなメールとか来たことあるんですけど、うん、何にも恐ろしくないんですよね、6000万払えは。口座にないから金が、うん、僕支払い能力70万とかしかないですからね、せいぜいねだから6000万払えてもみたいな、その100分の1ぐらいしか口座にないけどみたいな。逆に言うと何にも怖くないですよね、その財産がないんで、うん、なん差し押さえとかも別にされるものがないんで、そもそもだから気楽に突っ込んでいけるわけですよね、はいはいはい、そういうやつ戦えるわけですよね、気楽に。おお、訴訟起こすなら起こせや、うん、みたいなっていう状態からね、やっぱ結婚してね、しっかり家庭を持つとできなくなるじゃないですか、うん、それが。おい、差し押さえるものないからいくらでも取れやとは言えないですよね、うん、基本的には。あ、はいはい、っていうのがあって、うん、なんか厳しいなっていう難しいなっていうのを思ってますあ、気楽に訴訟を起こされづらくなるから、うん、結婚が厳しい。そうですね、だからそういう家庭だったらいいですよね、なんか差し押さえ上等みたいなああ財産差し押さえられることあるよね人生はねみたいな、それは覚悟してるよみたいななんかさ、その項目で募集したらすごいフィルターかかって、うん、良さそうだけど結婚相手ランディングページで募集するしますか、財産が差し押さえられる覚悟のある方すごい少なそうだからさ、すごい少ない気がしますね。でも気が合いそうじゃんうん、そうですね、なんかマジかってなりますけどね、なんか募集しといてなんですけど来たら来たでちょっともうマジかお前いいのが差し押さえられてもちょっと引きますけどね。実際差し押さえられるかは別だからさ、うん、まあ大丈夫でしょうっていう方が名乗りを上げてくれると思うんでね、うんうん、確かに本当に差し押さえられたいみたいな人は来ないでしょ逆にでも差し押さえ人生で一回されないとダメだなと思ってんすよねっていう人はいないでしょうね、さすがに。うーん、それだったらホリケンとねの彼、ホリケンの応募に対して募集する前にやれることいっぱいある確かに差し押さえられるために、確かにお前の方で勝手に差し押さえられろって話ですからね、その方が簡単だからそうだからね、なんだろうな、いや全然結婚したいですけどね、家庭結婚したいのかな、まあ僕子供はやっぱ欲しいので、うん、家庭持ちたいなっていう気持ちはありますけど、ね、あ、向こう 1,2 年は少なくともバリバリ訴訟を起こされる感じでやっていきたいですね